北国新聞ニュースをお伝えします。夏の全国高校野球石川大会は今日決勝戦が行われ、小松大谷が金沢を11対3で破り、36年ぶり2度目の夏の甲子園出場を決めました。石川県立野球場で行われた決勝戦では、小松大谷が初回ワンアウト一塁三塁から奥野選手の犠牲フライとエラーで2点を先行しました。2回に1点を返されましたが、3回には宗野選手の二塁打を口火に連続タイムリーで3点を挙げました。小松大谷はその後3点差まで詰め寄られましたが、7回に奥野選手のホームランなどでダメ押しの4点を奪いました。結局小松大谷は金沢を11対3で破り、36年ぶり2度目の夏の甲子園出場を決めました。10年ぶりの晴れ舞台を目指した金沢は、北戸選手のホームランなどで食い下がりましたが、序盤に守りが乱れたのが響き敗れました。夏の甲子園は来月3日に組み合わせが決まり、9日に開幕します。どちらも頑張りましたね。そうですよね、36年前に小松大谷の県大会からですね、甲子園への戦いというのを追いかけて取材した経験がありますけどね、非常にこの明るくておおらかなチームで一戦一戦こう強くなっていったという印象があります。今年は星稜がコロナの影響で出場辞退するという残念な出来事もありましたけれどもね、そうした県内の球児たちの思いも受け止めて、頑張ってきてほしいと思いますね。そうですね。金沢市の近江町市場に夏の風物詩氷柱が今日お目見えしました。氷柱は近江町市場の入り口や通路など13箇所に設置されました。氷の中には近江町市場の開設300年を記念したロゴマーク入りのカードや造花が入っています。訪れた家族連れや観光客は氷を眺めて涼を感じ取っていました。この氷柱は来月末まで設置される予定です。連日厳しい暑さが続きますからね、そんな中、石川県内は熱中症の疑いで搬送されるケースが例年以上に増え、先日は輪島市で畑仕事をしていた90歳の女性が亡くなりました。コロナ禍で迎える2度目の夏は、来月も平年に比べて暑くなる予想ですから、野口さん、危険な夏という認識を持って、水分補給など予防対策をしっかり講じてほしいですね。そうですね。明日は久々の雨になる予想なんですけれども、気温の方はあまり下がらないようですね。今年の夏は熱中症になるいろんなリスクが重なっています。その一つは北陸の梅雨明けが平年よりも9日早い7月13日で、明けて以降、高温多湿で、汗が蒸発しにくくなって、暑さへの慣れが間に合わずに体調を崩しやすくなる傾向が強くなってますね。加えてコロナ禍による外出自粛や運動不足で体力低下が進んでいる。専門家によりますと、この盲点はその自覚がないことなんだそうですね。普段の畑仕事や庭いじりも非常に厳しい暑さの中では、この体力の減退を早めて危険な行為になるということですよね。畑仕事が生きがいっていう高齢者の方多いですから、まだまだ自分は大丈夫と思ってしまうんでしょうか。そうですね。亡くなった90歳の女性をですね、家族が見つけたのは、自宅近くの畑だったそうですね。県内では去年の夏も自宅の庭や畑で倒れた高齢者が熱中症の疑いで亡くなっています。汗をかいて脱水症状になると、熱中症に限らず心筋梗塞や脳卒中を引き起こす可能性も高くなります。大半が一人の作業のために体調不良になっても発見が遅れる事例が多くて、慣れた軽作業でも過信は禁物ですね。また屋外だけでなくて室内にいても、これは油断はできません。かなり高温になっているにもかかわらず、気温の上昇に気づかず意識を失って搬送されるケースも出ていますね。もう一つ、
コロナによるマスク生活も夏場には熱中症のリスクを高めそうですね。そうですね。マスクの着用とその熱中症の明確な因果関係というのは解明されてはいないんですけれども、医療関係者の多くはですね、マスクをつけていると、体内の熱が逃げにくくなったり、喉の渇きに気づかずに脱水症につながる可能性が高いと指摘していますね。体感温度や心拍数、血中の二酸化炭素濃度などが上昇して、体への負担も大きくなるとされています。ワクチン接種後も着用が推奨されるマスクなんですけれども、屋外で人と距離を保てるときは、暑さ対策のために適宜外すことも必要になってくると思いますね。そうですね。気象台の8月から10月の3ヶ月予報では、暖かい空気に覆われて残暑が厳しい時期があるようですね。そうですね。熱中症は最高気温が35度以上の真夏日になると、急増する傾向があるということで、県内では去年の夏、長い梅雨の後8月に入って高温が続いて、一気に熱中症の救急搬送者がですね、増えて、418人と、8月としては、過去最多になったということですね。はい。子どもや高齢者は体温調節がしにくくて、熱中症になると命に危険が及びますね。身を守る備えをしっかり講じて、コロナ2年目の夏をしっかりと乗り切りたいですよね。はい、いけます。子どもたちに仕事の面白さを伝えようと、金沢建設業協会が来月下旬にインターネットを使って建設現場の探検イベントを開くことになりました。今回の企画では、金沢建設業協会が建設現場から、日本青年会議所建設部会の石川ブロック建設クラブがリサイクル工場から、それぞれネット中継を行います。子どもたちは自宅にいながら作業風景を見ることができて、2つの団体は建設業の面白さを発信して将来の担い手を確保したい考えです。このうち建設現場の中継では、金沢市西陽小学校の育友会に協力する形で、来年4月から使用を始める予定の新しい校舎の工事の様子を紹介します。作業員しか入れない高い場所や狭い場所も案内します。一方、工場の中継では建物の鉄骨をリサイクルする作業の様子を伝えます。西陽小学校の中継は児童と近くの住民が参加対象で、工場中継の参加者は後日会員制交流サイトなどで募集します。両方の企画を手掛ける一級建築士の立花博之さんによりますと、団塊世代の退職によって建設業界は人材不足が進んでいるということです。建設業って面白いなと思ってもらえたらいいですね。そうですね。本当にこの季節ですね、暑い中でのこのハードな現場作業ですね、担当スタッフの方、大変だと思いますけれどもね。私たちが普段見ることができないこの建設現場のこう心臓部でですね、はい、プロセスをこう一つ一つこなして、この形を作り上げていく面白さ、ネット動画から伝わってほしいと思いますね。そうですね。子どもたちなど住民が犠牲になる事故を防ごうと、野々市市の本町6丁目町内会が独自にカーブミラーを設置しました。先月、千葉県八街市では5人の児童が死傷する事故があり、野々市市内でも今月22日に死亡事故が起きています。野々市市の本町6丁目町内会はカーブミラーを新設することで万一の事故に備えたい考えです。設置箇所は椿公園の南およそ150メートルの信号機がない市道交差点で、周辺は野々市小学校の通学路になっています。この場所では野々市市が交差点を茶色に塗り、路側帯に歩行者の安全を確保するグリーンベルトを設けるなど、ドライバーに減速や歩行者への注意を促しています。一方で住民からは、車同士や人と車が接触する事故がたびたび起きて、交差点の見通しの悪さを懸念する声が出ていたため、
町内会費でカーブミラーを設置しました。心臓突然死に関する勉強会が昨日金沢大学で開かれ、高校生たちが一時救命の重要性を改めて考えました。この勉強会は医大生などで作る命学生プロジェクトが開催し、金沢大学角間キャンパスの会場には県内の高校生23人が集まりました。勉強会ではオンラインによる講演が行われ、さいたま市の桐田久子さんが10年前に当時小学生だった長女アスカさんを心停止で亡くした経緯を語りました。桐田さんは駅伝の練習後に突然倒れた長女に対して、救急隊が着くまで学校にあった AED 自動体外式除細動器が使用されず翌日亡くなったと説明しました。その後救命教育に携わった経験を振り返り、桐田さんは AED が空振りに終わってもいい、命のバトンをつなげるのはその場にいる人の勇気と行動だと訴えました。勉強会に参加した泉ヶ丘高校2年の笠井遥さんは、どんな手順で心肺蘇生をすればいいか繰り返しシミュレーションすることでとっさに行動できると思ったと話していました。高校生たちは人形を使った心臓マッサージを体験したり、大学校内の AED 設置場所を探したりしました。高校生たちは今後医大生とチームを組んで心臓突然死の防止につながる具体策を提案していくということです。北国新聞ニュースをお伝えしました。はい、ありがとうございました。はいはい。